はい、トールチャンネルです。今回もね、前回の続きで、神戸のスーパーオートバックスまでちょっと買い物に行きますよっていう動画の続きですね。また行き市なんですけど、まあ、ちょうど神戸の街中ですよね。前回ちょうどその燃費の話をしたんですけど、高速は燃費伸びないみたいな結論になっちゃったんですけど、まあこの車に限りですけどね。やっぱ前に乗ってた車は燃費のことを考えて運転してなかったんで分かんないですけど、一般的には高速に乗ると、ね、燃費伸びるって言われてるんですけど、でもやっぱりなんていうんですか、燃費がこう伸び出したのっていうのは、まあエアクリーナーを一番伸びてた時の設定が、今これ純正のボックス型のエアクリーナーにフィルターが K&Nの湿式のフィルターを使ってるんですけど、一番伸びてた時にはトラストのエアインクスのタイプ B、 むき出しのやつですよね、黄色キノコのやつをつけてた時が、累計で見ると一番伸びてましたよね。やっぱ吸気抵抗あるんですかね、わかんないですけど、でまあECU 書き換えてから、まあ最高値は出たんですかね、まあ最高が 28.6 ぐらいやったかなと思うんですけど、まあそれが出て、まあその時もね、なんか状況としてはあれやったんですけど、ちょうど東北行って帰りですよね、日本海側を走ってて、まあその数値が出たんですけど、でもその時もね、新潟で渋滞がめっちゃあって、条件としてはそんないい条件じゃなかったんですよね。でも28とか出ちゃうみたいな。なんていうんですか、まあこれはまあ非日常になるんでしょうけど、左方向 1km 先レベル3シートベルト検問エリアですよ。やっぱりなんていうんですかね、その長距離運転を連続して2日以上行うことが、まあ条件に入ってるんじゃないかなと思うんですよね。遠乗りしてもね、出発した1日目って大抵伸びないんですよ。で出先でまあガソリン入れて、でまあそれ以降ですよね。ちょうどまあ28が出た時も3泊したんですね、車中泊で。でガソリンを入れたのが2回入れた後ですよね、その連続運転って。なんでやっぱりそのなんかが関係あるのかもしれないですよね。1km
ートル先、レベル3取締エリアですよ。関係あるのかなと思ったり。そうですよね、まあ極端な遠乗りとかそういう非日常的な使い方をしない限りにおいて、まあ燃費を伸ばす運転っていうのはやっぱりそういうことですよね。エンジンブレーキをうまいこと使ってその燃料噴射をコントロールしてあげるみたいな感じですかね。まあね、そもそもマニュアルモードがね、今の車どうなんですかね、ついてるんですかねっていうところもあるんですけど、まあうん、そんな感じですか。ということでちょっとまあ後半、
ね、取り締まりでグダグダになっちゃったんですけど、まあ、この辺で終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。